UEFA チャンピオンズカップ1969から70は15回目の UEFA チャンピオンズカップである。1970年5月6日にイタリア・ミラノのスタディオ・サン・シーロで決勝が行われ、フェイノ・オルトが初優勝を果たした。このシーズンより2試合を終えて同点の場合に行われるプレイオフが廃止され、アウェーゴールルールが採用された。 アウェイゴールも並ぶ場合には、コイントスで勝ち抜きを決める。TPSV キロバイトキロバイト、VTPS キロバイトが合計スコア5から0で勝利。ヒバーニアンズ V スパルタクトルナバ、ガラタサライ V ウォーターフォードユナイテッドウターラド V レギアワルシャワバイエルンミュンヘン V サンテティエンヌフォレベルズ、ベルリン V、パナシナイコスレッドスター。 ベオグラードブイリンフィールドミランブイアベニールベッゲン KRV フェーエノールトスタンダールリエージュ V 十17ヌントリティラナオリンピアコスニコシアブイレアルマドリードリーズユナイテッドブイリンクスカセプテンブリスコズナメ V、フェレンツバーロシュバーゼルブイセルティックベンフィカ V キロバイトアウストリアウィーンブイディナモキュエフフィオレンティーナ V エステルスパルタクトルナバ V ヒバーニアンズスパルタクトルナバが、 合計スコア6から2で勝利。ウォーターフォードユナイテッド V ガラタサライガラタサライが、合計スコア5から2で勝利。レギアワルシャワ V ウターアラドレギアワルシャワが、合計スコア10から1で勝利。サンテティエンヌ V バイエルンミヌンヘンサンテティエンヌが、合計スコア3の2で勝利。パナシナイコス V ホルベルツベルリンホルベルツベルリンが、合計スコア3の1で勝利。リンフィールド V レッドスター。 ベオグラードレッドスターベオグラードが合計スコア12の2で勝利。アベニールベッゲン V ミランミランが合計スコア8の0で勝利。フェーノールト VKR フェーノールトが合計スコア16から2で勝利。17ヌントリティラナ V スタンダール、リエージュスタンダールリエージュが合計スコア4の1で勝利。レアルマドリード V オリンピアコスニコシアレアルマドリードが 合計スコア14から1で勝利。リンブリーズ・ユナイテッドリーズ・ユナイテッドが合計スコア16から0で勝利。フェレンツ・バーロッシュブイクスカ・セプテンブリスコズナメ、フェレンツ・バーロッシュが合計スコア5から3で勝利。セルティック・ V バーゼル・セルティックが合計スコア2から0で勝利。キロバイト、V ベンフィカ・ベンフィカが合計スコア5から2で勝利。 ディナモ・キエフ・ V ・アウストリア・ウィーン・ディナモ・キエフが、合計スコア5から2で勝利。エステル・ V ・フィオレンティーナ・フィオレンティーナが合計スコア、3から1で勝利。スパルタク・トルナバ・ V ・ガラタ・サライ・レギア・ワルシャワ、V ・サンテティ・エンヌ・フォルベルツ・ベルリン・ V ・レッドスター、ベオグラード・ミラン・ V ・フェーノ・ールト・スタンダー・ル・リエージュ・ V、レアル・マドリー・ドリーズ・ユナイテッド・ V。 フェレンツバーロシュ、セルティック V ベンフィカディナモキエフ V フィオレンティーナ、ガラタサライ V スパルタクトルナバスパルタクトルナバと、ガラタサライは合計スコア1から1で並び、コイントスによりガラタサライの勝ち抜きが決まった。サンテティエンヌ V レギアワルシャワレギアワルシャワが、合計スコア3から1で勝利。レッドスターベオグラード V フォルベルツベルリンフォルベルツ、ベルリンが合計スコア四の四で、 アウェイゴールにより勝利。フェーノールト V ミランフェーノールトが合計スコア2から1で勝利。レアルマドリード V スタンダール、リエージュスタンダールリエージュが合計スコア4の2で勝利。フェレンツバーロシュ V リーズユナイテッドリーズユナイテッドが合計スコア6から0で勝利。ベンフィカ V セルティックセルティックとベンフィカは合計スコア3から3で並び。 コイントスによりセルティックの勝ち抜きが決まった。フィオレンティーナ V ディナもキエフフィオレンティーナが合計スコア、2から1で勝利。ガラタサライ V レギアワルシャワフォルベルツ、ベルリン V フェイエノールトスタンダールリエージュ V リーズ、ユナイテッドセルティック V フィオレンティーナレギアワルシャワ、V ガラタサライレギアワルシャワが合計スコア3から1で勝利。 フェーノールト V ホルベルツベルリンフェーノールトが合計スコア2から1で勝利リーズユナイテッド V スタンダールリエージュリーズユナイテッドが合計スコア2から0で勝利フィオレンティーナ V セルティックセルティックが合計スコア3から1勝利レギアワルシャワ V フェーノールトリーズユナイテッド V セルティックフェーノールト V レギアワルシャワフェーノールトが合計スコア2から0で勝利 セルティック v s ユナイテッドセルティックが合計スコア3から1で勝利。1UEFA によるクラブの大会の試合における最高動員数。フェーノールト V セルティック1969から70ヨーロピアンカップの得点ランキングは以下の通り。ありがとうございます。